上洋市は京都府の南部に位置するし、京都市と奈良市のほぼ中間に位置する。聖堂館外石や久瀬神社、水戸神社などの歴史的建築物を要する都市である。金銀,銀糸の生産校では日本国内の約60%を占めている。また、日本プロサッカーリーグに加盟する京都参賀会 C のホームタウンの一つであり、サンガの練習場である京都参賀会市東。 乗用グラウンドが市内に位置している。なお、京都府が計画している、球技専用スタジアムの建設予定地に立候補したが、最終的に落選した。投資発祥のスポーツとして、エコロベースがある。市名は、乗用庁設置の際に公募。山城国南部、日の当たる、豊かな土地という意味。乗用市中心部周辺の空中写真。 1987年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。京都盆地の南東部に位置し、西に木津川、東に丘陵地を有する。京都府南部の南山城地域に属している。市内を南北に縦断する国道24号、JR 奈良線。 近鉄京都線が京都市と奈良市を結んでおり、上陽市は漁師のほぼ中間にある。市南部では東西に青谷川が流れる。地勢は西部は概ね平坦で東部に向かうにつれて起伏の多い地形になっている。 山地河川東西 9.0km、南北 5.4km、総面積3 2 7 4四 m 平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.94%減の8万51人であり、増減率は、二26市町村中11位、36行政区域中20位。人口は約七万人で、 同じ京都府にある福知山市とほぼ同水準であるが、上用市は地域が狭いため、人口密度は福知山市の約17倍となっている。市長文化パルク上用京都郵便局海外国内2019年11月下旬、東部丘陵地にアウトレットモール進出計画を進める三菱寺所、サイモンの大規模開発基本構想をテーマに、 審議会建設委員会が開かれた。事業者が来年7月に開発に着手し、2024年3月末に終える予定としていることを市が報告した。電波銀座常用紙は、京都府有数の電波銀座であり、近畿広域県局や京都府域局は、もちろんのこと、大阪府域局、兵庫県域局、 奈良県域の放送局を市の大半で直接受信が可能である。常用駅木津川を渡る近鉄京都線へ乗り入れる京都市営地下鉄中継主要交通機関は JR 奈良線、近鉄京都線及び国道24号である。JR 常用駅は快速停車駅であり、同駅が市役所の最寄り駅である。なお、利用者数は近鉄寺田駅が一番多い。 北部は近鉄京都線の宇治市にある急行停車駅、大久保駅、JR 奈良線の新田駅が徒歩圏のため、両駅への利用者も多く、近鉄大久保駅へは市内北東部からのバス路線が通じており、合わせて利用者が多い。近鉄線はラッシュ時及び日中を中心に、大久保、新田辺両駅での急行列車との緩急接続が行われている。また、 大阪市への通勤では、JR 奈良線利用で、京都駅乗り換えのほか、近鉄京都線に乗り、新田辺駅から、徒歩連絡する、JR 学研都市線の快速電車に乗り換えて、大阪方面へ向かう客も多い。乗用33バス路線バス、京都京阪バス乗用33バス、青屋方面、乗り合いタクシーその他現在も路線バスが運行されていない、四国西部については、 京都木津川病院の送迎バスを通院以外の目的でも乗車可能とする協力が行われている。常用 JCTIC 高速道路国道不動水土神社特産品発表順。ありがとうございます。